はい、その7を送ります。審査発表でですね、ようやくですね、まあミスユニバースジャパン、ミスグランドジャパン、ミスユニバーシティのですね、それぞれの代表が決まるわけでございます。果たしてその勝利から輝くのは誰なのでしょうか。皆様ご お楽しみください。ミスユニバーシティ神奈川代表は鈴木姫さんになりました。鈴木姫さん、本当におめでとうございます。さあ、そしては続きまして優勝者2名の発表をいたします。優勝者とはトップ5に入賞しました2名になります。それでは発表いたします。優勝者2名に入りましたのは、エントリーナンバー5番、田島結衣。
そしてもう一名になります。もう一名入場いたしましたのはエントリーナンバー15番佐藤光代。優勝者は田島優衣さんと佐藤光代さんになりました。2つ目では続きまして2019ミスグランド神奈川代表の発表です。2019ミスグランド神奈川代表に輝いたのは、エントリーナンバー6番金城ひとみ。グランドジャパン神奈川代表は金城ひとみさんになりました。さあそれでは最後になります、2019ミスユニバースプレリミナリー神奈川代表の発表です。2019ミスユニバースプレリミナリー神奈川代表に輝くのは、
6番本間珠恵。2019ミスユニバースジャパン神奈川代表は本間珠恵さんになりました。